吹雪いてる。寒っ。でもこんなもんですか、この辺りは平均的な積雪です。一から作るっていうことに誇りを持ってるんで、変えたくないなって。どうやった工事？いいやん。水分がだいぶ多いよ。僕の中ではあれはいい、ベスト工事だね。いい商品になる。木に育てられてるっていうのか、生かされてるっていうか、それなしではうちの醤油屋は成り立たないから。先代先々代先代っていうのが昔からのずっと守ってきたものが、これなくしてしまうとその瞬間にご先祖様はこの頃から全部消えてしまうわけなんです。申し訳ないっていうところがありますよね。自然のままっていう、一番シンプルじゃないですか。時代が変わっても余計で作りたいし、オーガニックでやりたいし、当たり前のことを当たり前のように、当たり前の日常を送りたいなって。新しく醤油蔵を作るって言った時の決断は、僕にとってはもうすごい決断でした。これ20本でね。よくやるわ。